面白いです。面白い。面白いです。言語化は多分、能力、なんか、なんかこう、ある程度訓練しないと難しいのかとかっていうふうに思いますし、アウトプットするようになって、なんとなくこう出るようになったのかなっていうふうに思いますし、でもここまでまとめるのに結構時間がかかったりとか、アドリブ的にこう出すっていうふうになったら全然難しいなっていうふうに思います。もしかして何かお話しするために何かまとめていただいたりしたんですか？じゃないと無理ですね、私の場合は。ある程度こう考えみたいなものをまとめて、こう。あ、今実はレジュメみたいなものはある？いくつかパターン作っていたりはするので、それをこう、あ、申し訳ございません。あ、いえいえ、全然、恥ずかしい話ですけど、なんかこう、あ、今、これ、ここら辺の話できるな、みたいな話とかはありますし。今回用意する以前にも多分大往々にして役に立つものなので、あの、うん、まとめて置いておくと多分今回私がこう話をすることによってその受け手のこう感情みたいなどこで揺れたかみたいなとかを多分自分の中で記憶してると思うので、あ、ここら辺刺さったなっていうふうに思うと自分の創作物にも活かせますし、うん、今手のひらで私らはピチピチしてるわけですね。いや、そういう意識は全然ないですけど、なんか、あ、でも、ある程度こう、うーんっていう風になってるのは嫌だなっていう風に思ってたんで、ある程度こう考えをまとめてみたいな方がいいなっていう風に思います。これもう講演会で話せますもんね。話せる。全然。うん、やっぱ、アウトプットは何か、何かしら必要って話ですね、うん。そうですね。アウトプットしないと、なんか3と比べたら結構、3みたいにこう瞬時に出てくる、瞬発的に出てくるっていうわけでもないですし、8とかもやもやしたまんま残っちゃうので、こう私とかの場合だとなんかそういうのをこうストーリー仕立てにして説明して初めて理解してもらえたみたいなっていう風になるのが自分の中での成功、一つの成功体験ではあったりはするので、頭の中で完結しちゃうって言いますもんね、どんな人は。多分、なんかこう今口頭で話しているからちゃんとオープンにできてはいるけど、漫画では落とし込めてないかもしれないので、こういう機会があるので、貴重だなっていうふうに。またぜひ。語からの視点面白いですよ。そうですね。うん、怖いですけど。いやいやいや、でも、がぜん興味はありますけどね。面白い。うん、いやでもなんか、ウェールズさんみたいな、そういう、特定のこれっていう風な感じではないですけど、私の場合は。まあでも、あの人も、あの人も。はい。このウェールズ知ってても何の役にも立たないですからね。ストーリーとかそういうものとかだと、いかに一般化するかみたいなことはあると思うので。うん、まあ、ジムとかっていう話も何にも活かせてはいないですけど、こうやって話して初めてこう、活かせたってちょっと思ってます。うん。まあでもあの、ジムの話も今日聞いたらすごいスッキリしました。まあ僕はちょっと思い知った分。あ、俺ジムだね。うん、いやいや、偶然元旦区かもしれないです。でも元旦区か。でもそこか、やっぱり。そうですね。まだこう、あの、ちゃんと生きてアウトプットして、こう何かこう、社会の何かを出せている時点でちゃんと生き残ってるっていうふうなことではあるんじゃないかなっていうふうに思うので、まだ私は、ま、ね、俺ガンダム乗るぜって言いたいんですけどね。まだあの、このチャンネル登録者数が10万人とかいったらガンダムが降りてくるかもしれない。あ、そうですね、乗ってくださいって。そうですね。提供されるかもしれない。それに今漫画あ書いてらっしゃってて、はい、あの、こっち漫画が乗ったらもうそっち専業にみたいな気持ちとかもあるんですか？考えないようにしてます。ああ、なるほど。というのも、まあ今、あの、会社的に副業禁止っていう風な感じではあるんで、うんうん、なんかそこで変に妄想膨らませると、こう、なんか自分の期待感みたいなのも勝手に上がって苦しいんじゃないかなとか思ったりもしてて、なんかそうはならなくてもずっと書き続けていきたいっていう風には思ってはいるので、このなんか気持ちの制御はすごいですね、うん。ちゃんとコントロールされてる。だから自分の気持ちも俯瞰してみてる感じ。これなんか、うん、コントロール。また聞きたい。なんか、どう、もやもやするじゃないですか、うんうん。どうしてもなんか暴れ出そうとする。とかなんか、うんうん、あ、こんな夢がさ、みたいなのが語りたくなるんですけど、うんうん、一切そういうなんか、期待
期待しないっていう方が間違ってるかもしれないんですけど、うんうんまあ、それとは別なのかな、なんか状況を全部分析してる感じなんですか、うん、で分析した結果これはまだ期待しない方がいいっていう風なのか、うん、その運的なものは一切信じていないのか、なんでしょうね、ごめんなさい、うん、なんか言葉に、運も多分あるのかなっていう風には思うんですけど、運を期待するは、確かに運は期待しない方がいいのかなっていう風には思ってますね。なんか運って、たまたまうまくいって、それが一生続く保証もないですし、それでうまくいったっていう自分もすごい嫌だなっていう風に思うので。運よくは狙ってない。なるほど。いかに確実にこう、なんか、落とし込めるかっていうところで自分の能力っていう風に見なしてる節があって、それすごい、でも自分でそれ苦しいんですよ、ちょっと一っぽくって、うん、だから考えないようにしてるっていうところはあるっていうか、なんかまあ2回ぐらいうまく、今のところなんか2回ぐらいなんか新人賞の端っこの方をもらって、あ、じゃあ一応書く能力はあるんだなっていう風に見なしてるっていう風なだけですね、今は。だからどんどん持ってきてよみたいな感じなんですか。そうですね。その編集者に知り合いがいて、はい。で、どんどん持ってきてっていう風な感じなんですけど、まあでも、まあ本業は本業であるっていうところと、まあ、そうですよね。そうですね。まあでもこうなんか、そうですね。でもなんかこの考え方がまあ生きづらいとはちょっと違いますけど、なんか気持ち悪いってすごい八の上司にすごい言われるんですよね。そうですね。私も部下だったらなんか。うん、いや全く考え方が違う人が来ると気持ち悪いとはならないですけど、うん、なんでそんな風に考えちゃうのみたいな、そんな大人ぶってるのみたいな、まあ、人間3年生ですからね僕よりかだいぶ上なんか、うん、体調とは違ってまた達観して見てる感じがします、うん、体調なんかし、なんていうの、人を信じてる、うん、なんかそういう人もそれはそれでいいな、うん、あ、全然僕も、うん、そうですけど、こう部下とかに来てもそれはそれでいいじゃないですか、はいはい、なんでそんなにみたいなことは思わない、あ、もちろんそういう考えもあるなみたいな、まあ、そういう人いますよね、でもね、うん、そうですね、うん、あ、それで結果が伴ってればいいんですけど、まあいろいろ頑張んなきゃいけないところはあったりはするのであ、まあでも後はそこに苦しむ感じですよ、そうですね、これはちょっと問題作ですね難しい、あの面白い、うん、ちゃんとできてるなと思ってですね、流れが、うんうん、いえいえとんでもないです、なんか軽々しく出ていただいて、うん、こんなにちゃんとしていただき申し訳ございません、いえとんでもないです、なんか偉そうに語っていえいえ面白い、この話ができると面白い、語の人語の人の話はやっぱ面白いです、面白いですよね、うん、もう僕は年でしか勝ってないありがとうございました、ありがとうございます、動画だったって、 あとあの魚さんさんに聞きたいことがあったら、うん、語の人に聞いてみたい、語の人に、うん、でこの魚さんさんの話しぶりを聞いて、うん、こんなこと聞いてみたい、うんうん、なのがあったら、うん、答えてくれるか分かんないですけども、うん、メッセージをいただければと思っております、はい、はいはい、勝手にすいません、人柱になります、いやいや、もう申し訳ございません。ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何とぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。700人おめでとうございます。あ、ありがとうございます。すいません。もう ちっちゃい話です。すいません。ありがとうございます。全然、もう。いや、あれですね。うん。やっぱ人の話は面白いですね、なんか。面白いです。全然違いますね。うん。この合的分析は面白い。うん。って僕は。はい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 。うん、あの、なんか、思考タイプとか、なんかその、MBTI じゃないですけど、あるじゃないですか。はいはい。ちなみに、あれだと、その、T って入りますか？思考とか、F と T だと。ああ。思考と感情？はいはいはい。そうだ、どうでしたっけ？でも、でも、なんか、MBTI、ちょっとあんまししっくりは来てなかったんですけど、あでも外交官でしたね、確か。確か提唱者とかそんな感じだった気がします。理系ですか？関係ないんですか？大学美術大学なんで。ああ、なるほど。でもなんかやってること理系みたいなもんでしたね、確かに。
なんか上手いデザイナーはもう計算機使う。計算機使うと思ってるので、うん、計算機でできちゃうみたいな。もうここの余白が何ピクセルとか、あの、要は、あの、比率がどうとか、そうそう全部。T、あ、入ってますね。T 入ってますね。うん。でもなんか、こんなに人って違うんだなっていうのは。今頃ですか。そう、うん。やっぱその、好きは一緒だろうってずっと思ってたので、みんなそう思うでしょ、手に入れたくなるよね。で、その好きの感覚が違うから。絶対違いますよね。好きを手に入れたいっていうのはわかりますよ。ただ、その好きの種類が違う。そうですね。それで言えば多分、なんか、私多分そんなに漫画が好きなんじゃないんじゃないかなっていうふうに思う時はありますね。漫画とか、デザインとかもそうなのかもしれないですけど。なんか、どっちかっていうと、そのデザイナーが考えていることみたいなものを一般化したりとか、再現度を上げたりとか、そっちの方が好きだったりしますね、私の場合。偉大に進んだのは、絵が得意でとか、いや、そういうところですか？そっちではなくて、どっちかっていうと、そういうタイプではない人だったので、そういうのができる人に対する憧れみたいなのがすごいあったので、そういうのを分析したいなっていうふうに思って、最初美大入っていったっていう。偶然入れちゃったっていう感じですね。でも、こういう人欲しいです。会社に？会社に。ああ、うん。そうですよね、うん。そうですね。なんで。絶対変わった人ですもんね。欲しい。めっちゃ欲しい。うん、毎回100点出せる。こう制作物が作れないとしても、まあ、80点をこう何年も量産できるようにした方がいいんじゃないかみたいな、ふうな考えです ね、うん、そうですね。ちょっと話してないですけど。かっこいいな、うん、話はしてないですけど、漫画描くきっかけみたいなのとかも、そういう、一応そういう理由だったりもします。そういう理由というのは思考とかそういうものを、こう、論理立ててやるっていうことで、例えば、なんかこう、他、なんか漫画家になりたいっていう人がいたんだとしたら、そういう人の助けになるものができたりとか、なんか才能とかっていうものを一応全否定しておきたいみたいな、全否定っていうか、なんかそういうのがなくても食っていくことはできますよみたいな。鬼滅は描けないけど食っていけるぐらいな、うん。みんながみんなドラゴンボールを描ける必要は一切なくて、残らないかもしれないけど、被弾しないのと一緒で食っていける方の方が重要だったりする。そのロジックを考えたいみたいな観点。星が違う。なるほど、うん。ただこれはこれで敵がやっぱりいて、なんか天才っていうものをこう重宝しておきたいっていう風な派閥の人も当然いはするので、うんうんうん、なんかいるし、こういう俗物もいますからね。うん、私みたいな。星、孔明じゃないですか。俗物からすると、異端だと。異端だと。異端だと。俺のこと好きじゃない？じゃあ、あいつは敵だみたいな。な話ですもんね、社会って。そうですね。だからその話をちょっとオープンにするかどうかっていうと結構迷いみたいなものは未だにあって、結構批判もあるんじゃないかなっていうふうには思ってますね。でも欲しい人もいると思うんですよね。こういう人こそ欲しい。ああ、うん。少数だと思いますけどね、まだ。いや、僕はあ、できる感はめっちゃあるんですけど、うん、要は、俺のことバカって思ってんだろうなって。バカって思ってもらってもいいんですよ。で、いう心の広い人は、うん、岡田斗司夫の、うん、これ僕岡田斗司夫のきっかけで読んだんですけど、あ、はい、読者は読むの。うん、岡田斗司夫がなんか 4つの法則ってやってるじゃないですか。うん、指令と、うん、タイプの話で。タイプの話で。うん、で、多分僕注目型っていう、うん、人から注目集めてみたいな、うん。で、多分、違うんだなって思って、全く、ホリエモンと一緒なのかな、わかんない。その、ホリエモン。あ、ごめんなさい。僕もわかんないんですけど、多分全然違っていて、うん、あ、ごめんなさい。これ今度まとまってないからあれなんですけど、うん、その、で、劣等感を感じる、とても。うん、魚さんさんを前にすると、うん。で、劣等感を感じていて、で、魚さんさんそうじゃないと思うんですけど。うん、法則型ですね、多分。あ、そうです、そうです、そうです。うん、で、そうだとすると、全く分かり合えない。うん。あ、多分僕対局に、うん。いて、あの4つだと。4つだと多分法則って多分そうだったと思うんですけど。うん、僕は欲しいです。で、理解できない。う
ってなると小バカにしてんだろ、小バカにしてん、あ、注目型だからそこを気にする、そう、いや対面的に注目型は人からどう見られてるかなので、うん、だから小バカにしててもいいですよね。この人の才能が活かせるなら、あ、だからその初めにおっしゃられた、うん、僕はそのだから人から埋めていったっていう話を聞いているので、うん、あ、そういう人じゃないねって思ってるんですけど、うん、あのそこがないと、うん、そこがなく急になんかその今の話をされると多分、うん、あ、俺のことバカだと思ってるって勝手に思う人もいるんだろうなと思って、うん、あ、だからそういった思う人もいるけど、はい、あ、そうか、そう思わない人も、ね、結構いるんじゃない、いるけど、うん、社会はどうなんでしょうね。でもこういう人の方が、例えば僕はあの会社じゃないですか、はい、そうすると会社をうまく回してくれる人の方がいいわけですよ、もちろん、うん、そうするとこの人がにバカって思われようがうまく回るんだったらそっちの方が全然いいじゃないですか、もうよろしく頼むねって良きに計らえですよ、その時には僕がやりますになるかもしれないですけどじゃあ僕がやりますって、うん、そうです、良きに計らえってやってくれそうじゃないですか、はい、これはこういうふうにした方がいいですよ、じゃあそれでってこの今すみません、さよ、チャンネル登録って言ってから、うん、後の話って切られるもんだと思って話してますかね。いや、なんでしょう、あ、別に全然どっちでも、まあ、じゃあありがとうございます、だ、面白いなと思って、うんうん、ありがとうございますって後ろに持っていくのか持ってっても全然ありがとうございますの後に番外編みたいな、あ、全然大丈夫です。そうですね、なんか美大いて感じてたのが、その物を作る方の側にもいて、なんか結局作らない人っていうところも多かったりはするので、なんか作る人と作らない人っていう風なもの二極化でよく考えられがちではあるんですけど、なんか作らない人とかでも、あの、なんでしょう、二戸平さんみたいにこう作る人のそばで働いている人とかも当然いるわけじゃないですか、うん、そういう人たちと喧嘩しないようにしてあげたいなっていうふうには思ってて、で、あの、結局のところ作らない人を返さないと世に出ないっていうか、例えば漫画とかだと雑誌がないと漫画が、単行本が出ないみたいな感じにすごい近いのかなと思ってて、まあ単行本だけで出すっていう方法もあるとは思いますし、まあ、今ネットで発表するとかっていう いろいろそういう手段とかはあるとは思うんですけど、なんか結局そういう人たちと付き合わなきゃいけないっていう風になった時に埋められない溝っていうのがやっぱりあったりはするので、そういうところでなんかクリエイターはクリエイターで、あの、なんか編集者のことバカにしたりとか、編集者は編集者でなんか漫画家のことあいつバカだっていう風に思ってたりとかするとは思うので、そういうのってすごい不毛だなっていうふうにも思いますし、お互いのこう考えていることとかロジックみたいなのとかが分かってあげられると、逆に編集者が漫画家に対して何かアドバイスができたりとか、売れるからであったりとか、売れるからっていうのも今後あなたが継続して仕事ができるようにするからであったりとか、そういう意図があったりするとは思うんですけど、そういうのがこううまいこと自分実験を繰り返して分かれば誰かの役に立つんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうくらいです。偉くなってほしいです、坂田さんさんにそう、だからこういう人がいると楽じゃないですか。そう、あの、こういう、うん、こういう人だったら僕全然働かせてくださいですよ、うん、公務です。そうですね、そんな感じ欲しいじゃないですか、天才軍。そう、あの、俗物じゃない感じ、うん、と言って、うん、あの、パプティマスシロッコみたいに、うん、虫けらとも思ってない、うんうんうん、ところが素敵だと思ってます。すべ、うん、てを見通してすべてをうまくいかせようみたいな、そうそう、あの、ことを考えてるっていうのを受け取っていて今、うん、そう反省してますいやいや、結構なんか自分のこと天才だって勘違いしてるのが一番痛いんだろうなっていうふうには思ったりはするので、それは作る人とかですけど、逆になんかそう天才じゃなかったっていうふうになっても生きる手段もたくさんあるとかっていうふうなことも、うん、なんか言えたりとか、それでこううまくいく方法みたいなのとかがあれば、そういうのをこうお話ベースで話したりとかできればいいのかなっていうふうには思ってます。天才じゃないけど才能ある人とか結構たくさんいたっていうのがあって、うん、そういう人に幸せになってもらいたいなって思ってます。人に向いてるからいいですよね、もの健全度が高い。ああ、
そこなんだ、やっぱり。そこだよ、うん。矢印が外なんですね。そう。内に向きがちな語が外に向いて。ずっとそうですもんね、うん。確かに。あ、ずっと今日その話だ、でも、うん。なるほど。こんなおじさんにどうもすいませんでした。いやいや、偉そうに。いえ、ちょっと面白かったです。はい。面白かった。面白い。とても面白い。し、反省もしたし、思い知ったし。ちょっともう一回、ジムとしての自分を。ジムとして見直す。見直す、うん、タイミングかと思ってます。非常に。避難するかわからないので。避難しないように。そうですね。うん、でもなんか、もうちょっと、あれですけど、ジムはずっとこう、走行が弱いんですけど、ゼータガンダムになって、ネモってやつがネモになりましたね。はい。一応ガンダリウム合金らしいんですよ。ネモは。ネモはガンダリウム合金で、ただマーク2がチタン合金なんですよ。おうほうほうほう。その時って、モビルスーツのトレンド的には、こう、走行を厚くするよりも、被弾しないように動くっていうところが7年後のトレンドらしいんですけど、ガンダムの世界でいう一連戦争と比べて。ただ、ネモになっても撃ち落とされてるっていうことは、トレンドを逃してるっていうことでもあるんだなって思って。要は動きが鈍いみたいな。もう基本ビーム走行なんで。僕、そういう素材の話になると、ね、わかんないです、もう。まあ、要はあれですね、ジムをガンダリウム合金にしたけど、撃ち落とされてる。トレンドに合ってない。トレンドに合ってない。だから本当は避難しない方向へ進むべき。ザックはザックなんですね。ザックは、ハイザックになるじゃないですか。ハイザックになりますね。ちゃんと活躍するんですよね。ハイザックって。ハイザックはちゃんと活躍。ザックじゃない活躍なんですよ。ドムっぽい活躍なんですよね。そうです。ごめんなさい。僕はこんなぐらいの話しかできないです。ガンダムは。まあ、ハイザックはちょっとなんか、正直、事務的扱いをされてますけど、マラサイとかじゃないですか、どっちかっていうと。あー、なるほど。あ、見てない、ゼータ。僕は全然ついてきてない。なるほど、すいません。僕もゼータまでです。僕、さらっとしか見ないんで、モブは覚えてないです。ガンダムもなぜガンダムを見られたんですか、その若さで。いや、美大時代ですか。いや、幼少期に多分友達の家にあったガンプラを見て、最初興味持ち出したんですけど、最初ガンプラから入ってはいたんですけど、でも多分なんかガンプラよりもお話とかそっちの方が興味持ってたっていう感じですね。だからちょうど17の時にゼータの再放送みたいなのをやってたりとかして。ああ、なるほど。エヴァとかはどうですか？エヴァは、見ていられなかったです。見てたんですけど。入ってきた。深夜番組。深夜の時に見ていた。いや、エヴァは、ロボットアニメの延長っていうところで見てたんですけど、それこそ何年だいぶ音大きくなってから見てたっていう感じだったんですけど、うん、なんだこのヘタレはっていうふうに思って見てたんですよ。何かが、面白くないとか。っていうか、なんか自分のことのようでも本当に嫌だっていう。エヴァンゲリオンは、正直見ていられなくて、当事者意識めちゃくちゃ呼び起こされたなっていうふうに。ああ、なるほど。どっちかっていうと、カミーユとかの方が憧れを持って見ていられたなっていうふうには思ってます。カミーユの方が、そうですね。なんか、かっこいい、かっこいいよく良かったというか、なんか自分には刺さったっていう感じがしました。あいつね、シャアのことも殴りますし、シンジ君はやっぱずっと弱いんですよね。うんうん、最後の映画の、ほんと最後の最後まで。うん、そうなんですよね。シンジ君は、なんかこう、ヘタレって言われてるけど、全然ヘタレじゃないのに、ヘタレって周りが言うのがちょっと耐えられなかったっていうのが、ああ、なるほど。なんか、ヘタレヘタレっていうふうに言われて、自分自身もその時こう、割とメンタル弱めではあったんですけど、そんな弱いかなみたいなふうに思っていて、なんか、どっちかっていうと、ロック的なものは感じてたんですけど、ずっと、シンジ君に対しては。はい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 。でも、魚さんが、メンタル、ご自身で弱いって分析されたのがとても興味あります。なんか、僕、こちらからすると、なんか全部を持ってるような気がするのに、でもなんか、僕は自分はメンタルが弱めって感じるんだと思って、何が原因なんだろうってちょっと思いました。所詮ぶってるだけですから、こういう大人っぽいことを言うのも。でも、思いもつきませんからね、そんな、こっちからすると。思ったりしないし。で、すいません。割とこう、環境的に割と抑圧されてたんだろうなっていうふうには感じてます、ね。大人になって結婚して、すごい自由を得てるっ
ていうふうに思います。これ親の問題というか環境なのか、うん、はい、そうですね、なんか、まあ、通称自称進学校とかにいたっちゃいたんですけど、そこでなんかこう、うん、なんか内申点とかに響くから余計なことはするなみたいな感じですね、どっちかっていうか、うん、ちょっとなんかまたその辺もどこかでお聞きしたいです、ね、はい、うん、そうですね、すいません申し訳ございませんいえいえ、とんでもないです。ちょっとこれをどう聞くのが楽しみです、もう一回、うん、あ、止まんなくなるのがよくない。ええ、あの、いや、またこう、また、そう、ぜひ、そう、時間をまた、しっかり、はい、組みますので、すいません。はい。ちょっと、ずっと苦しかったと思うんですけど。あ、全然大丈夫でした。慣れない中、すいません、本当に。いえいえ、いや、誰よりも一番饒舌だった。まあ、仮面巨人さんもあるんですよね。じゃなくて、この、今の3人の中で。あ、はいはいはい。この3人で。3人が一番饒舌だった。アベンさん頭いいなって思います。もう、うん、あれはあれでまたあれは別の種類の別の種類の、うん、はい、興味深い、ありがとうございました。ありがとうございます。楽しくおしゃべりさせて、はい、ありがとうございます。またまたぜひ、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、失礼します。今度こそ漁業すいません。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。